縦横無尽に歩き、吠えて噛みつきます。本物さながらに動き回るこのティラノサウルス、作ったのはわずか6人の中小企業です。埼玉県所沢市にスタジオを置く美術と造形が専門のオンアート。この会社では外見や動きがリアルな恐竜を制作しています。ここはもともと鉄工所ですね。で特に昔は炉があって鉄を溶かしていろんな鋳物を作ってたりしてたような工場になります。そこを僕たちがアトリエに改造しているということですね。この日従業員がティラノサウルスのメンテナンスをしていました。全長およそ8メートル、表面は柔らかい樹脂などでできていて、エアブラシで重く硬そうな質感を出すよう塗装を施しています。これまでに製作したのはトリケラトプスやステゴサウルスなど13体、博物館やテーマパークなどのイベントで各地を巡っています。この会社で恐竜の製作を始めたのは今からおよそ10年前からです。映画に出てくるようなすごく、生きてる感じのするリアルな恐竜を作ってみたかったっていうのがありますね。誰もやったことがないので、全て、自分たちで考えてやるっていうところが一番難しいですよね。前例がなかったりしますから、そういうものを自分たち一からコツコツテストしては壊し、テストしては壊しみたいなことを繰り返して、一歩ずつちょっとずつしか前に進まないんですね。それが一番苦労するところではあります。じゃあ呼吸感の動きをもう一回確認してみようか。はい、はい、従業員らと試行錯誤を重ね、3年がかりで最初の恐竜を完成させました。制作には細部まで再現することにこだわったといいます。やっぱり動きですよね。いわゆる俊敏さであったりとか、あと複雑な動き、やっぱり生き物の動きってものすごく複雑ですので、やっぱり非常にバランス、均整の取れた構造をしていて、それを、恐竜は生きていないんですけども、研究している方で首の動きはどうなっていたのかとか、どこの関節とどこの関節がよく動いていたかとか、そういうような研究されている方いらっしゃってですね、そういうものを実は取り入れたりしています。これはもしかしたら僕たちの恐竜に足りない部分だとか、これは使うともっとリアルになるんじゃないかとか、そういうものをできるだけ吸収してそれを実現化するような、そんなことをしています。恐竜を生き物として見せることにこだわり、金丸さんの会社では従業員がショーの演出も手掛けています。子どもたちとか、子どもではなくても大人の方でもみんないいんですけど、僕らの恐竜を見て、その後に今生きてる生き物とかに目が向くようなものになったらいいなって、僕子どもたちに一番言ってもらいたいこと、言われて嬉しい言葉っていうのがライブショーを見せて、かっこいい、恐竜が出てきた時にかっこいいとか言うんですよ。あの言葉がやっぱ答えられないですね。だろって言いたくなりますよね。生き物ってすごくかっこいいんですよ。ただ単純に短いですだけやってたらつまらないじゃないですか。生き物としてそこにいてほしいって気持ちは多分どんどん作りながら高まってきた気持ちだったんだと思います。性が評価され、2012年には経済産業省のものづくり日本大賞優秀賞を受賞しました。今は国内のみの公演ですが、将来的には海外への進出も考えているといいます。僕は恐竜が動き出す瞬間、中に人が入って操縦し始める瞬間が、いい武器が降りてきたみたいな、それまで動かない置物のようなものがまるで生きてるかのように動き出す瞬間がものすごく大好きですね。毎日毎日が修行みたいなものですけどね。
もう